ハワイアンコロン。実は年末から1月3日ぐらいまでハワイに行ってまして、そのお土産です。でコロンはその間いつものトリミングサロンでお利口さんにお留守番してくれてました。でね、ホテルでお留守番してる間、モナちゃんとずっと一緒に散歩したり、なんか寄り添って寝てたりしてたみたいで、毎日モナちゃんにはすごいお世話になったので、このお揃いのお土産をお渡ししました。でその後ずっと更新できてなかったんですけど、実は私が帰国後から39度の熱を出しまして、で病院で2回インフルとコロナの検査したんですけど、どっちでもなくって、でも1週間以上熱が続いてて、もうほんと仕事以外何もできないみたいな状態で、仕事も無理やりやってたんですけど、ちょっとそういう状況で更新ができませんでした。すみませんでした。元気やった。
楽しかった。気持ちいいね、乾きたてのタオル。ちょっとこけながら。ここけやね。ちょっと鶏やね。こけ。